米粉でバナナチョコケーキを作ります。バナナ、米粉 100g、 豆乳 40cc、 きび砂糖 30g、 ベーキングパウダー小さじ1、サラダ油 20g。 30回ほどブンブン引っ張ります。側面につく場合はヘラ等で落としてください。紐が重くなったら引くのをやめてください。シリコン型に流し入れ、空気を抜きます。飾り用バナナ、チョコレートをのせます。180度に予熱したオーブンで25分焼いたら完成です。